はい、こんばんは。今日も始まりましたボスタイム。皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。はい、これは12月1日放送分ですね。はい、ちょっと体調の方がまだ本調子でないんですけど、頑張って、収録の方させていただいております。ちょっとね、咳込んだりする時もあるんで、ちょっと皆さんに聞こえないようにしたいと思いますので、今日よろしくお願いします。ね、12月に入って今年ももう残り1ヶ月ですよね。はい、早いですね。もう本当結構あっという間にね、1年が過ぎていく感じなんですけど、皆さんどうでしたか。今年はいい年でした。まあね、私もね、本当にいろんな経験をしたりとか、いろんなことがあったりとか、結構ハードな1年でしたね。まあ、ちょっと後半ね、ちょっと体調も崩したりとかいろいろあったんですけど、まあなんとかね、12月いい形で迎えれたらいいかなっていう感じなんですけど、まあね、やっぱり健康一番ですよね、本当に。皆さんもね、健康ばっかりは気をつけてください。はい、西暦2019年12月1日夜、最後の1時間一緒に楽しい時間を過ごしてまいりましょう。はい、今日はですね、まあたまに、ね、まあ私のこの番組、皆さんにね、少しでもためになるようなお話をしていこうっていうことをね、コンセプトに流してるラジオであります、ね、せっかく皆さんも聞いていらっしゃるんでね、リスナーの皆様に何かためになるような情報をお届けできたらなっていうことをいつも考えております。今日はですね、まあたまにね、いい言葉をね、皆さんに伝えたりとかいろいろするんですけど、今日はね、また私がね、いつも集めてるいい言葉についてお話したいなと思っております。今日ね、1時間、まあ人生において、いい言葉をね、耳にしてね、人生歩んでいけるように、まあいい言葉を今日ね、についてお話したいなと思っております。はい、私なんですけど、いつもね、あ、これはいい言葉だなっていうのがあった時はね、ちゃんとメモを取るようにしております。まあ、メモと言いますか、いつでも見れるようにね、スマートフォンの方にね、入れてるんですけどね、今日はですね、まあその言葉をね、皆さんにお伝えしながらね、ああそうだな、確かにそうだなっていうような、皆さんも一緒にね、考えていただければなと思っております。はい、では今日行きたいと思います。まあ前回、まあ2回2、3回かな、過去にね、言葉全集みたいないい言葉をね、発信して番組もやったことあると思うんですけど、まあまあダブってるのもあると思います。まあでもね、たまに聞き直すってことも、前に聞いたことあるなだけでもまた繰り返す、いい言葉はね、繰り返すともね、繰り返す聞いてもね、いいと思うんでね、また意識するような形でね、聞いていただければなと思っております。まあ初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけど、今日はね、私が集めたいい言葉についてお話したいなと思っております。はい、それではですね、最初の言葉ね、教わる姿勢ね、教わる姿勢、まあ人生ね、生きてる中でね、年を取ったらね、なかなか教わることっていうのもないと思うんですけどね、あえて自分から教わらないみたいなね、まあ小さい時っていうか、若い時はね、やっぱりがむしゃらにちょっと教わりたいなとか、習いたいなとか、聞きたいなとか、やっぱそういう、なんていうんですか、自分が持ってない知識をね、仕入れたいっていう部分でね、やっぱ意識してなったりする部分もあると思うんですけど、はい、まあやっぱり人生においてね、教わる、まあ
僕もそうなんですけど、やっぱり年を取ってもね、変なプライドを持つんじゃなくてですね、常に教わる気持ちを忘れずに、教わる姿勢、はい、自分が知らないことは常に教えてもらう、ね、そういう姿勢が大事じゃないかと、まあ、そういう姿勢を持ってきたらですね、やっぱりいろんなところから情報が入ってきたりとか、ね、やっぱそういう気持ちを持つってことは結構人生においてね、プラスになるような情報がいっぱいあると思います、まあ、教わる姿勢、ね、自分の意識をそういうふうにすればもっといろんなね情報が入ってくるような形になるんじゃないかな、そういう意味のね教わる姿勢となります。はい、次はですね、次の言葉、人生の目的は終わりなき成長である、ね、人生の目的は終わりなき成長である、この言葉もいいと思いません？まあ、人生ね歩んでいく中でね、まあ、何を目的にしてるか、まあ、目的持って人生歩んでいる方が本当はね一番ベストなんですけど、ね、まあ、ただやっぱり人生の目的は終わりなき成長である、まあ、これは目的がないっていう人でもね、まあ、常にね、終わりなき成長をしていく、人生はやっぱり生きてる以上は成長していく、まあ、その成長の仕方なんですけど、まあ、人によってね差があるような感じもしますけど、やっぱりそういうふうな部分ですよね。はい、次、ですね、これはですね、よろしいでしょうか。次はですね、辞めた時が失敗だ、辞めた時が失敗だ、まあ何かね、何かを例えば作ったりとか、何かを成し遂げようとかね、そういうふうなものを追求してね進めていく、まあ何でも作り物でも何でもそうなんですけど、ずっとこれを追求していくんですけどね、辞めた時が失敗だ、まあもうこれ、もうダメだなって思ったらもうそこで終わりってことですね。そこでもう失敗になると、ね、これをやめずに続けることでね、失敗ではなくなる、ね、終わってしまったら失敗になる、やめなくて続ければね成功につながる可能性があるってことですね。はい、まあそういう意味でね、やめた時のが失敗だっていう言葉でした。はい、次はですね、次の言葉、そのシナリオに夢はあるか、そのシナリオに夢はあるかね、そのシナリオ、まあその何かをね考えて、進めていくんですけど、まあそのゴールにね果たして頑張った分の夢があるか、ね、ただ単にね頑張るだけじゃなくて、ちゃんと頑張った分の夢はあるか、まあ、その要はその工程シナリオに夢はあるかですよね、まあ、ゴールにそんだけやった分の価値があるかっていう部分を考えて、ね、シナリオを見極めて夢はあるかっていう部分ですよね。はい、まあ、そういうことです。はい、次の言葉はですね、これね、まあこれ経営者ね、会社の社長さんとかねに聞いていただければなと思っております。リスクを冒してでも突き進まなければ会社に未来はないね、リスクを冒してでも突き進まなければ会社に未来はないね、これ結構ぐさってくる部分なんですけど、これね結構確かにそうだなって私は思うんですよね。はい、まあねやっぱり会社っていうのは結構伸びないといけないんですよね。はい、売り上げを上げていかないと
ダメなんですよ。まあなんで売り上げを上げていかないといけないかっていう、結局ね、あの従業員働いていますよね、人件費は上がってきますよね、いろんな部分が高騰してきます。人が増えればね、光熱費も上がりますし、給料もずっと勤めていれば上がってきます。まあイコールやっぱり会社のね売上も上がっていかないと、結局人件費とか経費が上がっていくのに会社の売上が上がらないってことは、やっぱり会社としてはねもう落ち込んでいってる形になるので、そういうわけにはいかないんですよね。はい、まあただそれをね、ただやっぱり普通にね売上を上げていくかっていう形ではなくてですね、やっぱりあのたまにはねちょっと勝負に挑むようなね、リスクを冒してでも突き進まなければならない時もある、まあ、そういう会社でないと未来はないっていう形ですよね。はい、まああのすいません、今会社のね寿命っていうのがすごい昔と比べてね短くなってるんですよね。まあ20年ぐらい前でしたら30年、会社の寿命30年って言われてたんですけど、今もうほんと10年5年とかね、やっぱりそういう風な淘汰されてきてるような感じですよ。まあ、これからねやっぱ起業するって結構難しくなると思うんですね。会社経営ももっとシビアになってくるような時代になってくるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、そういう意味でねやっぱりあの会社を経営するってことはリスクを冒してでも時には突き進まなければならないことがあると、そういう会社じゃないと未来はないっていうことですね。まあ、そういう部分です。はい、次の言葉ですね、次の言葉、失う覚悟があれば得られるものがあるね。失う覚悟があれば得られるものがあるね。もうこれはもういい、もう本当に見切りをつけるね、そういう時にバッサリね、失ってもいいっていう覚悟を決めればね、次にまた新しいのにチャレンジできることもありますよね。新しいことを得ることもできます。まあ、そういう意味の言葉ですね。失う覚悟があれば得られるものがあるね。はい、これも結構いい言葉だと思います。はい、次の言葉はですね、次の言葉、本当の負けは努力することをやめたとき、本当の負けは努力するときをやめたとき、ね、このことも結構いいと思いません？ね、努力をすることをやめたときが本当の負けだと。努力をしてね頑張ってるときではまだ負けにはなってない、勝つ可能性もあると。まあそういう部分ですよね。うん、まあ確かに努力をやめたら負けちまう、努力を常にしていれば勝つ可能性も見えてくる、まあ、そういう部分ですね。はい、はい、次はですね、次の言葉ね、次の言葉、はい、次の言葉は、人の成長が企業の成長、人の成長が企業の成長ね。まあ企業ね、会社のね、まあそこで働いてる人たちが成長すればね、やっぱり会社も成長しますね。成長しない人たちが集まってる会社は成長しませんね。そこの中でね、そこで働いてる方々の意識がね、成長していけるような意識を持ってね、常に成長向上心を持ってねやってる会社っていうのはやっぱり伸びますよね、会社自身。そういう意味でね、人の成長が企業の成長でもあるっていうことです。これもね結構いい言葉じゃないかなと思っております。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉はですね、先入観が可能を不可能にする、ね、先入観が可能を不可能にする、
これもねやっぱり思い込み、やってもないのに多分ダメだろうとかね、俺では無理だなとかね、そういう先入観、まあ人間って大体経験してきた感覚でね物事判断するんですけどね、そういう意識のもとでね取り組んだ場合はやっぱりダメになったりとか、まあやっぱ先入観が先にね出てしまって可能をね不可能にしまうようなことって、でも結構ねあると思うんですよね。これをね可能にするために、じゃあもう最初からね頭ごなしに、ああ無理だよってこんなんできないなっていうふうに思えばそこで終わっちまうんですけど、じゃあこれをやるためにどうしたらいいんだろう、どういうふうな行動をとったらこれができるんだろうなっていうふうに考えたらね、また違うと思うんですよね。はい、そういう先入観がねなければね前に進むことが結構できるのではないでしょうか。はい、では次いきます。次はですね、次の言葉、学びを積み重ねてきた人が強い。学びを積み重ねてきた人が強い。まあ確かにそうですよね。常に学ぶ意識を持ってね。はい。それをもうやっぱりそういう量をどんだけ重ねてきたか。学ぶ意識を持ってね。いくつもトライしてきた人っていうのは、ね。やっぱり強い人ですよね。いろんな意味で経験値が多いのでね。すごい大事なことだと思う。だからやっぱ学ぶ意識っていうのは、ね、すごい大事ではないでしょうか。学びを積み重ねてきた人が強い。もうこれね、いい言葉やなってすごい思いましたね。はい。まあね、やっぱ人生でね、学びの気持ちをね常に持つっていうのは大事でしょうね。生きていく上では。はい、次の言葉ですね。次の言葉、自分を高めることを常に忘れず努力する。自分を高めることを常に忘れず努力する。これもね、皆さんどうですか、いい言葉だと思いませんか。自分を高めることを常に忘れずに努力する。まあ、向上心を持ってね、自分をね磨こうとする意識、これはね人から言われるよりもね、自分でねどうやってね自分自身がその志を持ってね常に意識を持ってね向上心を持って毎日を過ごせるかっていう部分ですね。自分を高めることを常に忘れずに努力をする。まあそういう意識を持つことでね、ちょっとでも前進、昨日よりは今日よりは明日っていう形でね、そういう努力をする、小さなことでもいいんですけどね、まあ一日ちょっとした小さなことでもね積み重ねればね、一年ではすごいね量になると思います。まあ、そういう意味ですよね。自分を高めることを常に忘れずに努力するね、これもいい言葉だと思います。はい、では次の言葉いきますね。次の言葉、次の言葉ですね、未来とは今であるね。未来とは今である。まあ今の行いね、今行ってる形で未来が決まっていくね。未来を方向性を決めていくのが今の行動ね、今やってる形、それがね未来を左右していくって、そういう意味の未来とは今であるっていうことですね。うん、これも結構ねいい言葉じゃないかなと思うんですよね。はい、では今日の1曲目いきたいと思います。今日はですね、バニーマニロー特集でいきたいと思います。では今日の1曲目、バニーマニローで This one's
for you. はい、今日の曲名バニーマルローで This one's for you でした。はい、では今日のねいい言葉のお話をしていきたいと思います。はい、ではですね、次のいい言葉ね、次のいい言葉、次はですね、森の分かれ道では人が通らぬ道を選ぼう、すると全てが変わるね。森の分かれ道では人が通らぬ道を選ぼう、すると全てが変わる。これね、結構なるほどっていうね、あの言葉なんですけど、まあまあ、あのね、誰がでも通る道をね言った、まあ確かに安全かもしれません。まあ、ただ予測がつくような、ね、道、まあ、それをね、通らないような
みんなが通らないようなね道を通っていけばね、す、ね、通っていけば全てが変わる、ね、予想もしえなかったことが起こったりとかね、想像ですることが起こったりとかね、はい、まあ、そこで貴重な経験ができたりとか、まあ、そういう部分ですよね。まあ、そういう部分のね、森の分かれ道では人が通らぬ道を選ぼう、すると全てが変わる、これもね結構私的にはね、いい言葉じゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、確かにね、誰もが通る道をね通ってしまったら、まあ普通に想像もできる部分もあるんですけど、ここ通るのっていうところだったら何があるか分からないね、そうすると全てが変わるかもしれない、そういう意味のね言葉ですね。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉、ですね、人生に失敗人の多くは諦めた時に自分がどれほど成功に近づいていたのか気づかない人たち。人生に失敗した人の多くは諦めた時に自分がどれほど成功に近づいてたかは分からない、近づいていたか気づかない人たちだ。これもね、なるほどね、まあ、これやっぱり諦めるね、諦めたらそこで終わりだってことですね。まあ、先ほどもね話してたんですけど、なんではやっぱりあのノーベル賞とかねもらってるね博士とかね、本当に研究者とか、やっぱり諦めずね、しぶとくね最後までねやってると、まあ結果ねその人たちはすごい成功したりとか、まあそこでね諦めずにね頑張るってことはやっぱりそれなりにゴールに近づけるんじゃないかっていうことですね。はい、まあそういう意味でのね、人生に失敗したと人の多くは諦めた時に自分がどれほど成功に近づいていたか気づかない人たちだ。これも結構ねいい言葉じゃないでしょうか。はい、ではですね、次の言葉次の言葉はですね、いいですか、明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。これね、まあね、人間いつね何があるか分からないですよね。確かにね、もしかしたら明日死ぬかもしれない。明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べね、これも結構あのぐさっとくる言葉なんですけどね、まあ確かにいい言葉だなっては僕は思いますけどね。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉はですね、ですね、次の言葉、人生とは自転車みたいなものだ、倒れないようにするには走らなければならない。ね、人生とは自転車みたいなものだ、倒れないようにするには走らなければならない、走り続けなければならない。まあこれね確かにね、そうですよね、自転車みたいなもん、まあやっぱり前に進んでいかないとね倒れてしまいますもんね。自転車もそうですよね。まあそういう意味でいい言葉じゃないでしょうか。はい、次の言葉いきます。次の言葉、運がいい人も運が悪い人もいない、運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけね。運がいい人も運が悪い人もいない、運がいいと思う人と運が悪いと思う人がいるだけだね。これね納得できますよね、これ確かに
ね、それを運がいいと思うか思わないかっていうのはね、その本人次第ではないでしょうか。はい、まあ運ってどうなんでしょう、あるんですかね。まあ、僕は運っていう、まあ、あるって言ったらあるんかな、結構運とか言う人いますもんね。はい、まあそのね気持ちをそうどう取るかっていう部分なんでしょうけどね、そういう形ですね。はい、次の言葉いきます。次の言葉、人間は現状で満足したら成長できないね。人間は、ま、現状で満足をしたら成長できない。確かに今でこのままでいいわって思うんだったら成長できませんよね。今の自分では嫌だっていうふうにね思うこと、もっといい男になろうとか、もっといい人間になろうとか、もっといい女性になろうとかね、やっぱそういう意識を持つことでね、もっといい人になったりとかね、成長できるんじゃないでしょうか。これは内面もそうなんですけどね、外見もそうだと思います。やっぱりあの僕らね、まあもう50代なんですけど、やっぱりね昔のね、なんていうんですか、例えば同窓会とかでね、あの昔のメンバーと会ったりする女性の方でも、ね、やっぱりすごい美意識高い人はね、ああやっぱりあの年を取ってもやっぱおーって感じの人いますもんね。全然やっぱりそういう意識の持ち方って全然ここまでね違うかな。まあ女性は特にね美意識がすごい差が出てきますね。まあ男性もねやっぱりそれを持ってる人と持ってない人は全然違ってきますよね。女性の方はね割とそういうのはすごい差が出るんじゃないかなと思います。まあ、男性はね男性でもまあ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 こんなもんやっていう感じでね妥協しながらね毎日過ごしてる人もいるんですけど、ここはねやっぱ意識の持ち方全然違いますよね。ああ人間は現状で満足したら成長できない、これね結構いい言葉だと思います。皆さんもねちょっとこれは考えてくださいね。はい、次の言葉いきます。いいですか。次の言葉、親を尊敬すると親を越せないね。親を尊敬すると親を越せない、これねこれちょっとどうだろうっていう部分もあったんですけど、まあ、確かにね、うん、親よりもやっぱ親としては自分よりね大きい、親からしたら子供は自分よりもっと大きい人間になってほしいっていうのがありますよね。そういう意味を考えたらね、子は親を見て育つ部分もあるんですけどね、親を尊敬すると親を越さないっていう言葉でした。はい、次の言葉いきます。次の言葉、これね大谷選手、ね、メジャーリーグに行った大谷選手の言葉なんですけど、誰がやったこともないことをやりたい、誰がやったこともないことをやりたい、まあこれはね本当にチャレンジですよね。はい、もう一つ、今やれることをやりたい、今しかできないこと、ね、後悔したくないから何よりも今やりたいことをやりたい、ね、そういう部分です。まあ、大谷選手はね結構はねやっぱり何でしょう、親の育て方といいますかね、やっぱりそういう環境の部分でねすごい野球熱心でね、野球一つ野球しか知らないみたいなね、すごいやっぱりあの純粋さがあってね、野球に対してのね、志はすごいものを持ってるなと思ったの。まあ、これね環境なんでしょうかね、やっぱすごい幸せな方だなと思いますね。はい、次はですね、次、他人のために尽くす人生こそ価値のある人生である、他人のために尽くす人生こそ価値のある人生である、これまあ確かにそう言われてみればそうかもしれないんですけど、他人のために尽くす人生こそ価値のある人生、これねちょっと自分もいろいろ考えてたんですけど、まあ、ただね皆さんも仕事してると思うんですけど、
ね、やっぱり仕事をしてね、仕事をしてるってことはこの世の中のねために皆さんちゃんとやってることになるんです。っていうのはやっぱり皆さんも仕事をしてちゃんと税金を納めてるわけですからね、まあ、それでねやっぱり国が回っていることになるわけですからね。もちろん自分の給料をもらってるかもしれないですけど、その中でねやっぱり税金を払ってますね。税金を払ってるイコールやっぱり、ね、人のためになってる部分もあるんで、やっぱ仕事をしてるイコール税金を払ってることになるんで、やっぱそういう意識も人のためになってはいるんでね、はい、まあ、税金を払ってるイコール人のためにはなってると思うんで、はい、まあ、そういうつながりもあることも覚えておいてください。はい、次のですね言葉いきます。次の言葉、失敗したことのない人間は挑戦したことのない人間である。失敗したことのない人間は挑戦したことのない人間である、ね、これどうですか皆さん。むっちゃいい言葉だと思いませんか。失敗したことのない人間は挑戦したことのない人間である。確かに、はあ、これ、うん、そうだよな。むっちゃ納得しますねこれ、うん、むっちゃいい言葉ですよねこれ。わかりやすい。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉はですね、人生はやるかやらないか、何もやらなければ失敗はないけど、失敗はしない、だけど成功もしない、つまらない人生となる。人生はやるかやらないか、何もやらなければ失敗はしない、だけど成功もしない、つまらない人生となる。これもねむっちゃいい言葉だと思いません、ね、結構ねうーんって納得させられる言葉なんですよねこれ。むっちゃいい言葉だと思ってます。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉、人生は結局作業の積み重ね、型をつける。人生は結局作業の積み重ね、型をつける。ね、まあまあ、 人生ね生きてたらいろんなことあるんですけどね、まあ、そのいろんなことの積み重ねが人生だとね、それを一つずつ型をつけていくね、それの数が多い人ほどねやっぱりまあ、人間力がついてきますよね。うん、これも確かにそうかなと思います。はい、次の言葉いきたいと思います。次の言葉、できる男はすぐにやる、できない男はああだこうだできない理由を言う。これねピンポンですね。男性の方ね、ちゃんと心得てくださいよ。できる男はすぐにやる、できない男はああだこうだできない理由を言う。これね言い訳ですよね。これ女性がね男性を見極めるときに結構大事な部分でもあるのでね、皆さんもちょっと女性目線ではねちょっとチェックできるところではないでしょうか。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉、チャンスは笑顔の人にやってくる、顔が貧乏くさい人には幸福の神は近づいてこない。ね、チャンスは笑顔の人にやってくる、顔が貧乏くさい人には幸福の神は近づいてこない。これもね、はい、確かにそうだと思うんですよね。これは僕何回か言ったことあるんですけど、誰がでもできるね幸せの法則、幸せになる、誰がでもできる幸せになる法則ね、これ笑顔ね、笑顔ってすごい大事なんですよ。まあ、人間ね社会で生きていく中でねやっぱり笑顔、まあ、嫌味のある笑顔ではないですよね、まあ常にさりげなく笑顔だったらやっぱり声かけやすいですよね。難しい顔の人には声かけにくいですよね、はあ、そこでやっぱりいつもね
笑顔を絶やさない人には声かけやすいです。まあ、そっちの方がやっぱ人から好かれますし、イコールいろんな情報も入ってきますからね。みんなから好かれるってことはやっぱりあれです。これ誰がでもねできる成功の法則ですね。笑顔、笑顔は本当に武器です。女性も男性もね、やっぱり輝いてる人、生き生きしてる人っていうのは笑顔が素敵ですよね、うん、なので笑顔は皆さんもね気をつけるようにしておいてください。はい、ではですね、次は、今日の2曲目いきたいと思います。では今日の2曲目、今日はバニーマニロエヴァンナオ。はい、今日の2曲目バニーマニローで Even Now でした。はい、今日はね私が集めてるいい言葉についてお話しさせていただいております。
はい、では次の言葉行きたいと思います。次の言葉はですね、ちょっと待ってくださいよ。はい、成長するための武器は素直な気持ちを持つことね。成長するための武器は素直な気持ちを持つことね。この素直な気持ち、確かにその通りですよね。はい、素直な気持ち、まあ人間ね、年を取るとね、ちょっとプライドが出たりとかね、教わる学ぶ気持ちを忘れたりとかね、恥ずかしいから嫌だとか、まあ、そういう風になってきたりします。まあ、そこでね、素直な気持ちを持ってね、年下だから聞くの嫌だなとかじゃなくてね、成長するための武器は素直な気持ちを持つこと。これね、いい言葉だと思います。これ意識したらね、結構いいんじゃないですかね。はい、次の言葉いきたいと思います。次の言葉ですね、正しいことをするためには苦しいこともあず逃げずに進むことが大切。正しいことをするためには苦しいこともある、逃げずに進むことが大切。このね、確かにそうじゃないでしょうか。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉、成長したいなら目標を立て期限を決めろ。だらだら過ごすのではなく、目標を達成するために何をするか決め、それを一生懸命することね。成長するなら目標を立て期限を決めろ。だらだら過ごすのではなく、目標を達成するために何をするか決め、それを一生懸命することね。これ確かにそうですよね。はい、この言葉結構僕大好きなんですよね。はい、もう常にね、こういう気持ちを持ってね、僕も前に進んでおります。はい、次の言葉いきます。次の言葉、どう見られるかじゃなくてどう見せるか。どう見られるかじゃなくてどう見せるか。これね、結構っていうふうに思うんですけど、結構大事です。どう見られるかじゃなくてどう見せるかね、見せるね、それって結構大切ではないでしょうか。はい、では次いきます。では次の言葉、人は見せ方が 100%。 まあ確かにね、見せ方、まあ、印象って大事ですよね。第一印象でね、はい、好感度を持ってるか、これね、人やっぱ3秒で相手をね見極める。やっぱり人ってそういう感覚あるのでね、そこはね、男性も女性も気をつけた方が大事ではないでしょうか。はい、次の言葉いきたいと思います。次の言葉、計画のない目標はただの願い事にしか過ぎない。計画のない目標はただの願い事にしか過ぎない。確かにね、目標はやっぱり計画を立ててね、遂行していくべきですね。計画を立てなければ目標は達成できません。それはただの願い事にしか過ぎない。確かにそうですよね。はい、おっしゃる通りです。では次の言葉、どんなレベルに達しても学ぶことはある。どんなレベルに達しても学ぶことはある。まあ確かにね、やっぱり人間の限界って上は上上がりますし、極めれば極めるほど高くなりますね。どんなレベルに達してもそこで止めるんじゃなくてね、学ぶことはある、これはもう意識の持ち方ですよね。はい、では次の言葉いきます。次の言葉、学ぶことをやめれば成長は止まる。これも確かにね、学ぶことをやめれば成長は止まる。
確かにおっしゃってますね。いい言葉だと思います。はい、次いきます。次、人生はビジネスより大切なものがあるね。これ人間ね、やっぱり生きるために仕事してる部分もあるんですけど、仕事をするために生きてきてるわけではないと思うんですよね。やっぱりこの世に生まれてきてる方々ね、人間としてね、やっぱりいい人生を歩みたいなっていう気持ちで、仕事だけではなくてね、はい、人生にはビジネスより仕事よりも大切なものがある、まあ、そこですよね、まあ、仕事以外のいい部分がいっぱいあるということです。そこは人間として大切ではないでしょうか。はい、次の言葉いきたいと思います。はい、次の言葉、未来を予測することはできないけど未来を作ることはできる。未来を予測することはできないけど未来を作ることはできる。これもね、まあ確かにそうですよね。まあ過去は変えることはできないですけどね、未来は作ることはできます。まあそれをね、作るためにどういう行いをしていくかっていうのが大切ですけど、はい、では次の言葉いきます。次の言葉、次の言葉ですね、好きなことを楽しいと思える人生が大事。好きなことを楽しいと思える人生が大事、まあ、人生はね、まあ、いろんなことあります。好きなこと以外もあります、まあ、ただ好きなことを楽しいと思える人生ってやっぱり大切じゃないかなと思います。まあそれでね、幸せの好感度も変わってきますもんね。そうだと思います。はい、次の言葉いきます。人の価値とは人に必要とされることね。人の価値とは人に必要とされること。まあ確かにこれもね、おっしゃる通りかなと思いますね。はい、まあ人にね、必要とされる人になればね、すごい幸せですよね。はい、次の言葉いきたいと思います。次の言葉、人生の成功は行動にあり。人生の成功は行動にあり。確かに行動を起こさなければ何も始まりませんね。何をもって成功と思うかね、それはやっぱ行動を起こすか起こさないか、その成功目標に向かってね、行動を起こすことができるかできないかでね、人生の成功が変わってきますってことですよね。はい、では次の言葉いきたいと思います。次の言葉、夢は見るものじゃない叶えるものね。夢は見るものじゃなく叶えるもの、はい、これもね、いい言葉ですよね。確かにね、夢は夢で終わらせたくないですもんね。やっぱりその持ってる夢ね、自分がやりたい、こうしたいっていう夢はね、やっぱ叶えたいですよね。これを叶えるためにね、やっぱり行動を起こさないといけないです。まあそういう部分ではね、やっぱ見るものじゃなく叶えるもの、結構それは大事ではないでしょうか。はい、まあこんな感じです。まあ今日ね、ちょっともうそろそろお時間となるんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ結構まだあるんですけどね、まあ、ちょっと時間がねもう迫ってきてるんで、まあ自分なりにね、いい言葉は結構集めてるんですけど、まあ、これをね、時間があるときはやっぱり意識をしながらね、読み返したりします。やっぱこうじゃないといけないなとかね、まあ人間パーフェクトな人間いないですけどね、まあ、できるだけ自分自身をね、成長させたいなって気持ちと、やっぱり自分を磨きたいなっていう気持ちをね、常に持ってね、やっぱ行動を起こしたりとか挑戦をし続けたりとか、やっぱそれは人生にとってね、すごい大切なことだと思います。皆さんもね、人生1回しかないのでね、やっぱり幸せな人生をね、歩むためにどういうふうな行動を起こしてね、どういうふうな立ち振る舞いをしてやっていくかね、
それはすごい大事ではないでしょうか。私はそう思います。まあね、今日の言葉は皆さんも聞いてね、どう思われたかわからないんですけど、まあ、ぜひね、そういうふうな志を持ってね、毎日を過ごせるように頑張っていただけたらなと思っております。はい、今日のボスタイムいかがでしたでしょうか。またね、いろんなね、お話ためになるお話をしていきたいなと思っておりますので、またよろしくお願いします。さあ、今年もあと1ヶ月ね、体を壊さずにね、いい年を迎えられるように頑張ってください。ではまた来週、バイ。Mm-mm.